初めての、喋るサカツク、始めます。はい、では、続きを始めていきたいと思います。前回までちょっと咳をね、していたので、ちょっとそれから日にちを空けて撮っております。なんか喋り出しに結構咳が出たんで、ちょっとね、それから 2,3 週間空けて撮ってるんですけど、もうだいぶ良くなったと思うんで、普通にのんびり喋りながらプレイしていきたいと思います。なあ、ちょっとあんまりね、日にちが経ってるんで、ちょっと状況が忘れちゃったんですけど、確かリーグ初勝利をしてないのかな、多分してないと思うんで、して、今回はそれを目指すということで、で、奇数週の前半に、他クラブからオファーがあると思うんで、それで、ちょっと放出したい選手を出すということを一番のテーマというか、そうですね、お楽しみではないけど、まあそうしないとちょっといろいろ補強もできないので、それも目指しながらちょっとのんびりやっていこうと思います。これは本当のんびり遊ぶ感じなので、まあちょっと夜とかね、まあのんびりする時にでも見ていただければと思います。とりあえずやることはあまりないですよね、確かね。気になってるところって言ったら、あとはまあユースのこの宮田をどうするかにはなるんですけど、でこれでこっちの方が一応今いる選手たちの中ではちょっとワンランク飛び抜けている選手なのですが、ヨーロッパ圏外なのでこの選手は、ってこと考えると将来的にはあんまりいらなくなってくるっていうところもあるんですよ。でもセンターバックって結構重宝するから、置いててもいいのかな。ちょっとまあいろいろその辺も考えながら、来るんならね、オファーが来るんだったらとりあえず乗って、でもどうしようかな、ユースに置いててもしょうがないしな。一応名前はブライトン FC。ブライトンであるんですよね、もともとね。ブライトンね。こっちがうちのチームなんで、見分けいっぱいか。力はあるんですけど、ちょっとね、あんまり結果が出てないと。いいんですけどね、こっちの方が一回り上なんですけど、ちょっといろいろ悪いんだろうな、見ていくしかないから。どこまでやるか、どこまでやるだろうな、このシリーズは。他のサカツクもそうだけど、なんかのんびりやりたいっていうのがあるので、なんか何年かプレイしたらまた違うサカツクもねやりたいっていうのがあるから、そうです、まあ今サカツク2002と04はむちゃくちゃやってるから、まあ、それはそれで置いといて、3はね、サカツク3は04と似たようなゲームなんで、それも置いといて、まあ5がちょっとね、なんかちょっと優勝した後に苦しい補正があるじゃないですか、あのゲーム。あれに敗れたまんまでいるっていうところで、ちょっとね、これ残りな部分があるんですけど、これ危ないよ。だけどまあ、あとはそうだな。6と7は PSP なんで、あまりそんなに起動したくないっていうのがあって、まあ画質があまり良くないんですよね。 P
PSP はね、あの専用のケーブルがあって、それをつないで、なんでなんでサイドに流れてくる、オールスターの日なので、あんまり画質が良くない。まあ使ってる機材もちょっとそれなりにあれなんですけど、これ危ない。よし、まあとりあえずね、まあ2年2、3年ぐらいはこれやりたいから、まあしばらくはちょっとのんびりやると思うんですけど、まあね、ちょっと咳も出なくなってきたんで、マイクに向かって喋るとね、こう あまり休みなく一人で喋るっていうことなので、それでちょっと咳がね出ちゃうんですよね。誰かと喋ってるとかだったら休んでられるからいいんですけどね、一人で喋るってやっぱり休みがないから、で咳喘息のしてもそれが出ちゃって、あれ2、3週間ちょっと撮ってなかったんですけど、うん、だいぶ、うん、だいぶっていうか、もうほとんど出なくなってますね。よかったです、本当に申し訳なかったんで、咳が出てたのは。初勝利だけはちゃんとお届けしたいから全部見たいんだけどな、点取られてほしくない。でも大丈夫かな、あと5分、こっちのボールになってくれるとある程度ホッとするんだけど、そうしたらあとちょっと試合はなるべくカットの方向で行こうと思ってますので、危ない、まあもう勝てないな、今年のレアルソシエダみたいだな、力はあるんだけど勝てないな。これは痛いな。442に戻すっていうのもちょっとな。433なんですけどね。そんなにサイドから、ああ、そうです。ああ、どうしよう。作戦変えるか。変えるというか、もっとサイド寄りの、サイドにちょっと、あの特化したような線にしようかな。何？あ、あー、はいはいはい。ですね。とりあえずはかなり弱い選手を放出していきたいので。適当な選手、はい、ちょっと一人、マウロ・ベーレは右サイドハーフだったっけ、だったと思うんで、マウロ・ベーレね、そうですね、ないよな、勝ちたいな。勝ったらあとはあのカットするつもりなんですよ。で、あの感覚、あのなんていうのかな、こういう風にしていこうかなと思ってるのは、奇数週の前半にフォアが来るかもしれないっていうタイミングがあるんで、でしばらくそれはあのメインテーマになるから、その時にはちょっとお話、こう録画をポチッと押してお話をしようと思ってるんですけどまあまず初勝利は しときたいですからと思ってるんだけど困ったね。
アウロペーネね。どうしようかな。かぶってるんですよね。ポジションがね。変わんないんだよな、あんまりな。どうしようかな。よもじゃがあんまりか。いや、でも、別にみんなもう、そうだよな。まあ、まあ、試合をね、していくと、疲れも溜まってくるから。連携みんな、まあ、ナイスですしね。連携ないからどうしようもないんだよな。困ったな。戦術をね、もう完全にもう、とりあえず、サイド寄りの、にしといて、置かない。キャプテンがダメか。なんでジャーンズにしてたの？しょうがないです。違う、ニノじゃない。カジのね。あとは、特に直すとこはないかな。プレッシャーに強くないのか。シュートはまずまずなんですがって言われるだけだしな。プレッシャーにうまく強く、あまり強くない。プレッシャーにあまり合わない。いや、しょうがない。したい。どうしよう。なんか他にもちょっとやっとかないといけないことあるんじゃないか。ないかな。施設は作ったっけ。スカウト何してたっけ。ちょっと待って。久しぶり久しぶりすぎてちょっとな、分かってないな。海外拠点はまあまだお金ないからいいけど、まあ別にそんな序盤にそんなにお金使う必要はないと思うんだけど、売店はまだもうちょっと後でにさして、練習場も別に、モチベーション上がるやつは、立ててるか。ユースは別にいらない、まだ。ああ、もういいや、もう。行こう。勝たなきゃいけないんだよ。勝たないとカットし、できないんだよ。プレストン。絶対弱いでしょ。絶対弱いはずだよ。そうでもないな。戦術はサイドではないのか。サイド寄りか、右サイド寄りで、若干守備、いや向こうもちょっと攻めっぽいな。知ったこっちゃない。勝てばいいんです。サイドに行くかな。サイドから上げてほしいんですよ。サイドからこうクロスを上げて、センタリング上げて、で真ん中のセンターフォワードの選手に合わせてっていう。怖いな。
から崩してる、ワインの中から崩してるけど、通そうとしている、サイドに流して、サイドに そのまま行って、緊張したもんな、サイドに、サイドに遅い だよ相手能力的にはうん、あ、442に戻すか、なんか負ける気がするな、それも442に戻すのもなんか負けな気がするけど、なんだそれは、相手パタついてるよ、パッと早く出して、パッと早く出してくんだから、いやー負ける負ける負ける、まずいまずい、先日の相性が悪いかな、相性だけの問題じゃないだろうな、動きがダメだ、頑張って引き分けだろうね、いやーまあ頑張っても引き分けだろうけど、ダメだ負けだ、負けました、はい終わり、マジで、あーどうしようかな、ちょっともうちょい勝つと思ってたんですけどね、5節を終えてないですか、うちは26チームあるってことは、ホーム&アウェイ ×2 だから、ホーム違う。ホーム&アウェイだから、50試合あるのかな ?25×2 か。10分の1が終わったんですか。これはやばいな。ちょい前プレイした時はもうちょいちゃんとできてたんじゃないかな、まあいいや、まあ3週の前半なので何かオファーが、アシュリー・スペンサーには、戦力外の選手なので、はい、そのままそのままあげる、もう一人来ない、ポールロー、はい、もう 2,3 人来ないよな、こんなもんだろうな、
なんだろう、こううまくいってないのも、個人的にはうまくいってないのはいいですね。なんか完璧なプレーを、完璧なプレーだけがサカツクじゃないから、個人的にはこっちの方がいいなとか。そっか、試合感みんなないんだよな。そうなんだよな、試合感がないからな。1周であげるって言ったって、まあ仕方ない。とりあえず2人抜けるのって今日って言ってもな、今日も別に、いやでも勝ちたいな。序盤から誰か探すっていうのはあんまりしてないから、レンタル遺跡で誰が取るか、誰取る、フォワード、国籍は別にどこでもいいんだけど、誰かいい選手いないですか。レンタル移籍可能な選手とかいないのかな。アンリ欲しいけど、ま、アンリはだ、もうダメだよな。いやーこれは違う、これは現実的なもんじゃない、こういうのじゃない。こういうことではないと思います。多分。もよく取る選手なんですけどね、まあ交渉はいつでもできるから、うん、まあ後で取るとして、違うに、あ、この選手もよく取ってるな、取りますか。放出が決まってから取りましょう。はい、勝てると思ったのに、初勝利を、初勝利をお願いします。戦術どうしよう、リクスイッチ、もう分かんないようなこのチームか、分かんないようなとこ来たよ。うわ強いな、割とリクスイッチもサイドだような感じだ。あーこれは負ける気がする。何しようかな、カウンター狙うかな。いやーもうなんかいじったらいじったで余計負ける気がするしな。大丈夫かな。何やっ
でも勝てる気がしないんだけど。まあ、ドツボにはまるってこういうことですもんね。とりあえずこれで。いいかな。試合感がみんなないんで、もうどうしようもないです。もう。やっていくしかないんで。フリースローに入れるか。フリースローに入れちゃうか。ポリシーも悪いから、ちょっとブリズローにちょっと入れて行ってみるか。ノンモジャの方がちょっと能力下だから、ノンモジャを取り替えて、いやお願いします。時間的にこれがラストかな。本当は3ヶ月ぐらい進めたかったんですけど、初勝利ができたらその後はカットしてっていう流れで行きたかったんですけど、行けないので、勝っても負けても引き分けてもこの試合を見るのが最後のプレー、動画と、その動画の中ではなると、もう危ないよ。これで終わりにしたいと思いますが、勝って終わると次が楽になるので、構成的に楽になるので勝ってほしいんですけど、強いので、強いというかこっちが弱いんですけど、オフサイドのタイミングで出すんだよな。おっと、これはなんで真ん中出すかな。おお、いった、よし、2点目もいけるよ。できるんだから、次の動画かな。とできるんだよ。やめて。あんま中央に集めなくていいんだってよ。サイドに流して。お前言ってもしょうがないんだけど。勝手にウィニングイレブンじゃないから、もう。ウィニングイレブンじゃなくて、ウィンフットボールでしたっけ、名前じゃないですからね。踏み入れじゃないので、自分で動かせないんでどうしようもないですけど、なんでサイド出さないかな。いや、もう1点守るじゃなくて2点目取りに行ってほしい。相手は1人少ないんだよ。よし、怖い。はい、なんでシュート打つ。よし、はい、こんなワンツーですか、それ。やめて、やめて、やめて。怖い、怖い、怖い。よし。昇竜、ありがとうございます。やっと、6節で、
第6節目で、やっと初勝利です。22位だったのが、どのくらい上がるかな。あれ、そんな上がんないか。20位ですね。うん。ちょっとね、試合感がまだないので、試合感をこう、持ってるようになって、まあ、試合感が不足しているのが解消されて、連携はどうしようもないと思うので、とりあえず自力の強さ、まあ、パラメータは強いので、強いっていうか、まあ強いというか、まあいいと思うんで、とりあえず、一桁順位をまず目指すと。というとこですかね。まあ、すぐ上には行けると思うんですけど。まあちょっととにかく試合感をなくすことが大事だと思います。ちょっと試合しとけばよかったな。仕方ないか。うん。ことで、はい。放出ってこのタイミングだったかな。交渉もしときたいですね。選手交渉と選手補強もちょっとやっときたいな。まあ取りたい選手はある程度決まってるっていうか、あまりいないんで、何人か取ってかな。今のところ移籍期間が明け、まだ移籍期間内なので、市場が空いている状態なので、次のターンで多分抜けていくから、交渉ぐらいだったらまだ大丈夫だと思うんで、ちょっと一人ぐらいね。センターディフェンダーがいいかな。センターバックか。センターバックがいいな。センターバックあんまいないんだよな。かな。やってあげるか。やってあげるか。まあ、次の年に売るっていうのもありだと思うから、やってあげようかな。でも宮田能力低いと思うって。低いよな。来年売るってこと。ああ、まあ、それは後回しでいいな。全然後回しでいいな。うん。じゃあちょっとトップ下の選手をね、マリウス・ビニチウスを。ビニチウスを取ると。ポリシーも真ん中右だから、まあ後で監督変えればいいし、後で監督を変えてそのあたりのポリシーにしとけばいいでしょうし、もう一人同じトップ下の誰だっけ、シガニーディアラか、これだね。人も真ん中上だから8番か、ポリシー8番のポリシーだから、まあ、真ん中寄りの監督に変えようことで、選手も取ると。スカウトの指示をしてなかったんですね。
スカットの指示って言ったもんな。スカウトじゃないので、ムース発掘は得意か。まあ、日本人の選手で結構いい選手が取れるっていう確率が高いんですよ。だからちょっと東アジアで頑張ってもらうと。こんな感じですかね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。いいスカウトいないですか。スカウトいないでしょうか。いなくはないけどそんなに良くもないか。ユースに強い監督が欲しい、スカウトが欲しいので、何だっけな、 YPL だったかな、あのコパラメーターの YPL がニュースだったっけ、確かちょっと忘れちゃったな。まあちょっと東アジアに強い、東アジアが北ヨーロッパかな、そのどっちかに強いスカウトを探しながらっていう感じにしたいと思います。はい、ということでちょっとかなりちょっと勝利するまでに時間がかかったんですけど、これで終了にします。ご視聴ありがとうございました。